はい、というわけでですね、富士ヒル参加してきました。今日は6月3日ですね、なので、まあ、翌日にですね動画を撮っています。で、結果なんかをお話ししていきたいなと思うんですけども、でまず参加された選手の皆さん、お疲れ様でした。ご一緒 していただきましてありがとうございました。まあとにかくすごい人の数、すごいバイクの数、初めて参加したんですけど圧倒されてしまいましたけど、フィニッシュ地点ですね、5合目ね、スバルラインの上がってったフィニッシュ地点、5合目もね人がもう多くてわちゃわちゃしてましたけど、皆さんいい顔をされていらっしゃいました。はい、タイムでね見てしまえばそれは速い人がいたりとか遅い人がいたりとか、いるわけですけども、人それぞれ異なる環境の中で年に1回この日に向けてトレーニングを重ねて、目には見えませんけどそれぞれの中にこう秘めたドラマがあるわけじゃないですか。それをこう無事に終えたというね達成感もある人もいれば、もしかすると10秒1秒足りずに、目標としていたタイムに届かなかったようなそういう人が多かったと思いますけども、達成感も、悔しい思いも含めてこう人間味が感じられるような場面に立ち会えたなと思いました。きっとね自分もそういう風な表情をしてたんだと思いますけども、皆さんが富士ヒルに夢中になる理由がよく分かったような気がします。はい、それからですね、なんといっても運営ですよね。運営の方々、実行委員、各スタッフ関係者の皆様、本当に素晴らしい大会をですねどうもありがとうございます。あの大人数とねバイクもあるんですごく大変だったんじゃないかなと思うんですけど、非常にこうテキパキとさばいてスムーズな動線確保案内、素晴らしかったなと思います。僕たちは一切困るようなことはありませんでした。駐車場も大きな駐車場が3個あって、土曜日は会場までの送迎バスとか出てたりしましたし、ね、駐車場のそういう係の人とかそのバスの運転手の方とか、あとは会場の、ね、案内の方とか、それからあとはねレースが終わるとうどんを食べれるんですけど、うどんのねお姉様方とか非常にこうなんていうんですかね、キビキビと声も大きくてね助かりました。気持ちよくね対応してくれました。本当にありがとうございます。はい、そしてね肝心のタイムなんですけど74分23秒でした。ありがとうございます。これで無事にシルバー獲得と。はい、スタートはですね第7スタートでしたね。第7スタートでトイレの行列を待っている時とか、トイレもねすっごい行列なんですよ。朝めちゃくちゃ並んだりとか、あとはスタートするまでに3分ごとだったかな、ウェーブを設けていて何百人ずつとか走り出すんですけど、そのスタートの列ね並んでる時とか結構、いろんな人とお話ができまして、サイクリストならではの会話をね楽しめました。ご一緒していただいた方ありがとうございました。はい、でいや本当にね無事に目標を達成することができまして、めちゃくちゃホッとしています。ただね、やっぱり不安要素って言いますか、大丈夫かなと思う点がいくつかあったんですけど、まずその1個目がですね、前回の動画でお話しした16秒ね足りなかった点なんですけど、その16秒プラス実際のスタート地点から料金所までの区間を、まあ、考えていなかったっていう点が非常に大きな不安要素でして、その土曜日ね前日に知り合いに会いまして区間の話をしたんですけど、その仲間が言うにはあそこの区間 500-600m は結構ね斜度があるんですよ。で普通に走ると1分半ぐらいかかりますよとかって話をしていて、で1分半だとするじゃないですか。で1分半でプラス16秒足りないんで、まあ2分ぐらい早く走んないと、試走の時よりね、試走が料金所からフィニッシュ地点までで75分16秒だったんで、料金所手前のスタート地点から料金所までの区間を合わせると、まあ2分くらいは早く走らないと、シルバー獲得できないっていう、まあ見込みだったので、非常にまあ不安でした。はい、まあね、もっと早くから調べろって言われたらそれまでなんですけど、非常に不安な要素が、それが大きな一つですね。それからあと、まあ天候ですね。土曜日は会場を後にして秦野市に実家があるんですけど、まあ1時間ちょっとぐらいですかね、秦野まで帰りまして実家に泊めてもらったんですけど、夜ねめちゃくちゃ雨降ったんですよね。寝てから深夜何時ぐらいなのかな、目が覚めちゃうぐらい大きな雨音でした。で、まあ、こんな中走るの嫌だなとかと思っていて、
これは本当にあのシルバー取れませんでしたっていう動画を撮らなきゃいけなくなりそうだなとかっていう感じでね、ちょっとこの時はね思いました。実際には天候はですね回復して、まあ一時的にはこう晴れ間が出るようなねタイミングもありましたけども、おそらくほとんどの方は、走っている最中に雨に降られることはなかったんじゃないかなと思います。レースが終わってからですね、会場でなんかいろいろと話したりとか見たりとかしている間に結構雨が降ってきてね、その後撤収となりましたけども、はい、でデータを見てみると、スタート地点から料金所まで1分39秒かかってました。ただその後はですね、前回の試走の時よりも調子よく走れて、目安にしていたタイム表よりですね若干遅れながらも大幅な遅れはなくフィニッシュに至りました。前回の試走時に料金所からフィニッシュ地点まで75分16秒だったんですけど、今回は同じ区間料金所からフィニッシュ地点までは72分34秒だったので、3分近く短縮できたことになりますから、自分的にはおおむねこう想定通りにですね、まあ、走れたと言っていいのかなと思いました。はい、ということで今回ですね、富士ヒルにチャレンジしまして、まあ、シルバーを目標に走って、ね、トレーニングしたりとか減量したりしましたけど、一応無事に達成ということで、動画をご覧いただいていた方もいらっしゃるかと思いますけど、自分はどうこうだったよとか思うことがあればコメントなどいただければと思います。トンネル3年続く最後の方ですね、はい、2つをくぐった時に、はい、やばっつって言ってたのが終わりだと思ったんですよ、あそこでやべちょっと余裕あるなと思ってたんですけど、実はそうでもなくて、まだあったんだと思ったんですよねまだ先だったと思って、はい、思想の時もね同じ感じでやっちゃったんですよ。やっちゃったっていうか、ちょっと焦りながら頑張って最後は踏んでましたけど、そうですね、良かったですね、ありがとうございます。シルバー取れましたっていう、はい、じゃあまた何かのレース、あ、そうですね、チャレンジ、はい、動画を撮りたいと思います。